皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。本日なんですけれども、12月の12日現在ですね、朝の8時まもなく半になろうとしているところでございます。今日なんですけれども、久しぶりにですね、こうライブがありまして、午後の1時ぐらいにソニック入りなんですけれども、その前ですね、アリオスの方で別件でリハがあるので、まずそちらに向かいたいなと思います。9時からってことね。ということで、アリオスに向かってまず行ってみましょう。レッツゴー。到着でーす。ということで、アリオス到着でーす。なんか今日は幼稚園かなんかのイベントがあるみたいで、小さい子供がいっぱいいました。私はスタジオへ向かいたいと思います。行きましょう。3回確か久しぶりなんで忘れちゃった。めっちゃ人、確かスタジオ4って言ってたかな。来てるかな。あれ、ここは開くんだっけ。ここは開けな、ここは。ソニックに行きます。めっちゃ天気いいな。はい、ということでですね、無事にリハが終わりまして、現在12時36分でございます。ソニックの入りが1時15分ということで、これから向かいたいと思います。行ってみましょう。
もうちょっとでソニック到着でーす。来場チェックシート。セッティング。伝えていいですかね。はい、はい、お願いします。キックください。はい、そう、ファミマの油そば。はい、いただきました。3時半になりイベントスタート。今日のイベントはいわき岬フェス2021。本来であれば毎年いわき市の岬公園に夏で開催されていたイベントですけれども、このような社会状況なので今年はクラブソニックいわきでこの12月での開催となりました。それでは一バンド目のカマラさんから行ってみましょう。
怖い。ほんと怖い。ほんと怖いよ。ということですね、無事イベントは終演いたしまして、これからですね、実は明日レコーディングが、ね、13日にありますので、このまままたソニックに車で戻って、機材積み込んであるのでね、ちょっと降ろさせてもらおうかなと思います。それではソニックに向かいましょう。出来上がりです。はい、ということで明日のセッティングも終わりましたので、今から買いまーす。では安全運転で行きましょう。レッツゴー。
ということでですね、現在夜の10時10分前、9時50分ぐらいでございます。朝の8時半前に家を出まして、まあ、12時間以上ね、外にいたわけなんですけれども、一日楽しかったです。もうドラム触りっぱなしでしたね。リハ午前中9時から12時までやって、で、その後、ライブということで一日音楽漬けでした。本当にありがとうございました。皆さん、関係者の皆さんありがとうございました。ということで、お届けいたしました、片平の1日12月10日、2021年12月12日編ということですね。いかがでしたでしょうか。これを撮影している次の日、明日は11時からレコーディングが4曲ありますので、頑張りたいなと思います。ということで、また別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。この動画面白ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私、オンラインレッスンもやっておりますので、気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。